私この前な、新幹線の中で新幹線のトイレってね、ガチャって入ったらこうないのよ。ちょっとこう斜めなってんねんね。ほんでこういうふうに、まあもうこれややこしく座んねんけど、座ってもう結構ちっちゃいな、そこ、ここぐらいやねん。言ったらこう手伸ばしたらもうこのドアつくぐらいやねん。ほんで座ろうと思ってこうやった時にガタガタって揺れたのよ。これを下ろそうとしてるからどこも手つかれへんから、ガタガタってなった時にこのドアのとこにガチッこうもうケツ半分だしね、これ痛だろって。その時は痛っとか言って、結構ほんまに鼻から思い切り痛っとか言って思い、恥ずかしい。なんかほんでそうなったら一人で笑けてきて、ケツ出しながらこうなってる自分が、47歳新幹線の扉のところでこうなんだって、何やってんや、情けないよほんまに。あれはあかんわ。なんで手洗ったか分かれへんけど、なんで手洗ったか分かれへんけどやな。だからな、私思うよ、トイレもな、あれほんまにな、今までトイレの時に開く時ない、なんかトイレの時に勝手に扉がビーってビーって開いて、ああもうちょっと遠いところの扉やった。だから私は狭い方がいいね。まだ新幹線座ってて誰かにもし開けたらすいませんパッてこう手届くとパッていけるけど、ちょっともう2歩ぐらい歩かなあかんようなドアの時あるやん。そういう時にさ、パーって開いた時にもう何度も早閉めてくださいってなるよ。あれあーっと思って、あの時なあーって言いたいねんけど、あーって言うのがかっこ悪いと思うから、なんかもう普通の顔して待ってるみたいな、ないなんか普通の顔して待ってますみたいな。あれなんなんやろ、あれ恥ずかしいよ、やっぱり恥ずかしい。私よーなんか物考えながらおることが多いから、トイレ入る時とかをほんまなんかこう物考えながら入ると鍵かけるの忘れてもうてんねん。あれあかんと思うわー、いうな。だからこれからもう一回もガチャンガチャンとかいう癖をつけてんねん私最近。閉めました、もう閉めてる時はいねんで、閉めましたガチャンガチャン癖つけてるけど、知らん時にな、本当にあるからな。あんなもうほんま終わってるからな。まだね、皆さんまだいいけどって言ったら嫌やで、そんな用足してるところを見られんの嫌やんか、みんな。だって私もっと嫌やから。だってさ、そんな誰かねバーって、あごめんなさいってバーって向こうが閉めた時に、いや今クワバタやったとか言われたら絶対嫌やん。今クワバタがトイレしてたとか言われたら嫌やん。まだ何にも知らん人やったら間違えて開けちゃったとかって聞こえてくるんやったらいいけど、今クワバタがトイレしてたとか言われるの絶対嫌やん。それほんま嫌やからな。